はい、みなさん、こんにちは。こみちんです。兄貴です。よしです。よろしくお願いします。お願いします。なんかもう鉄装備がギラギラに光ってますね、うん、マジでね眩しい外しましょうか、ちょっとね。そうやね、ちょっと太陽光が、はい、あ、うん、あ、いい。オッケーオッケーオッケー。で、今日はですね、うん、まあ、村をね、今後守っていくにしても、はいはい。まず、レベル1の僕らの家。はいはいはい。今日はね、作っていこうかなと思います。はい。本気のやつはまた今後ね、作っていくにして、はいはい。仮住まいをさ、やっぱ3人でさ、ベッド並べて寝たいやん。そうやね。おはにゃちはできんもんね。そうなんですよ。ソロにゃちは、寂しい。うん。寂しい。おはにゃちは対策がされとるで、これ今。対策が。対策がされてないからこうなってんでしょ。あ、そうか。はい、とりあえず木切っていこうかな。アカシア結構この間植えたで、はい、これちょっと切って。じゃあ木製の家、木製の家めっちゃ家壊されとるやん。俺が住んどった家っやめろー俺の家を。まず獣臭がすごい。おいマジで獣独特のほんとツンとする匂いが何しとんのかな二人と思ったら、まず家壊すところから始めとるやん。びっくりしたげ、はい、今よさん、うん、知らないですか、破壊なき、なんて何って破壊なくして想像なしだな。はい。いや、でも別にここ壊さんでもよかったんちゃうの、こことかに作ったらさ。いや、ほんと、かまどから一番近いの。マジかよ。とりあえずね、だからね、もう。めっちゃ壊しちょ、ベッドよ。あ、だいぶあれやな、暗くなった感じと寝れるのタイミングがちゃうな。うん。でもなんか木ももう一種類ぐらい欲しいな。そうやね、アカシアだけやったら。ちょっと取られてますよ。え多いってちょっと。よし。おはにゃちはおはにゃちはお、二人になったね。ようやく。二人になっちゃいになりましたね、これで。ちょっとでも、うん、見渡す限り、アカシアしかねえっすね。うん、あ、サバンナやでなぁ。ちょっと探しに行きますか、木を。いいよ。うん。貢献しようか。うん。よし、ちょっと頭とヘルメットぐらい。頭とヘルメット一緒か。頭とブーツぐらい入っていこう。はいはいはい。オークか、うん。まあ、白樺どっちか。そうやね。そうじゃないとさ、床がアニキーズの元カノ式ができへんやん。あー、それは、したいね。今カノがおるのに元カノ式もどうかと思うけどな。怒れる怒れる。よさん、今カノがいるからこそ、あえてのやっぱ元カノ式を。今カノが見たら心中穏やかじゃねえと思うよ、多分。こんな器のちっちゃい今カノじゃないもんね、アニキーズ。うん、だいぶ広いっす。いや、女性ってのはそういうもんやと思うよ。よし、行こう。どっちの方行く？こっちでしょ、こっちこっち。はい。あっちだって狭くなったもんね。そう。もうすぐ見つかるぐらいかな、でも。ああ、どうだろう。バイオーム変わればね。そうだね。うん、馬が欲しいな。馬はおるけど、サドルがない。サドルがない。サドルどうやったら、釣りか、何か当てて。釣りか、そうですね。廃校とか、あとネザーか。ピラミッドとか。ピラミッドさっきどっかで見たな。あ、でもまた砂漠になったよ、ほら。あ、ほんと。ピラミッドあったら、ちょっとサドル探そうよ。馬は、もう村のその辺にいっぱいいますもんね。ねえ。そうだね。めっちゃ明るいな、砂漠。明るいっすね。行った先もまたサバンナだな。あら、ちょっと高い位置から見ようかな。サバンナチャンス。いや、サバンナあったかんねって、チャンスじゃなくて。サバチャンス、サバチャンスさ。サバちゃんいらんなぁ。何やそれ、全然わからん。重要っすね。わからん、全然。まあ、わからんでいいっすね。あ、あったあった、こっちこっちこっち。俺がおる方向。あー、どっちの方向なんだろうな、これ。あー、水がきれい。なんかブルーレットの感じがするな、なんかの。このね、川。ブルーレット、僕だけ。よさ今方向を一生懸命伝えようとしたの。マイナス260のマイナス280あたり。あ、こっちは全然違う方向行ったんだ。あ、でも近いよ多分。マジブルーレットやんこれ。それをさっきから伝えたかった。オークだな。でもこれ白樺とかもないかな。オーク、あ、白樺もあったわ。白馬がいっぱいいる。あれ、ちょっと待って、これオーク系？お松じゃない？違う？お松あった？あ、松じゃんこれやっぱ。あ、いいやん。白樺もあったで、白樺取っていくわ。はーい。かぼちゃも取ってこう。これで木材4種類だね。はい。あ、苗木をちゃんと取ってかな。そう、一番大事なのは苗木。ちゃんと植林場も作らなあかんね、今回ね。そうですね。うん。
あとジャングルと、あ、何？ピラミッドじゃん、これ。あ、マジで？マジ？完全にピラミッドじゃん。いいね、アンヒーズ、こっちこっちこっち、後ろ後ろ。後ろ。あ、ほんとや、え？近っ、ね、すぐそこにあるやん。全然気づかんかったわ。あ、すごいな、これ。テクスチャーで。めちゃくちゃ綺麗に見える。いきますか、マイナス300のマイナス45、うん、よし、行こう。あ、暗いな。あと2つ。ベッド持っとる？ベッドナイス。あ、なら今羊飼っとるで。9つあれいいでしょ。あざます。オッケー。何色っすか？あ、白。全部白。白9つ手に入れたよ。あー、ざます。うん、よし。あ、ここね。あ、近い近い。あ、おぶねー。あー、惜しかったな。惜しかった。あぶねー。こみちーんって行こうと思ったら死ぬとこやったけど、あぶねー、マジでこれ。惜しいな。落ちた先にマグマもあるしよ。惜しいな、やねーて。えぇー、おい、やめろ。あぶねー。これは普通に死ぬな。死んけ、アンケル、これ。死には死んやろ。死ぬやろ。 HP 待っちゃったら耐えるって兄貴。寝ようか。あ、まだ夜じゃねえのかこれ。寝た。おはにゃちわー。おはにゃちわー。ようやく3人でおはにゃちわやな。そうですね。あれでも兄貴出すからのダイヤじゃない、あれ。そう、しかもレッドストーンかな。ちょ、そこ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 。でもあっさ、おらー、あーい、おらー、あーい、おらー、あーい、おらー、コア死んだやん。ほら、絶対死ぬって、この高さ。何がやて。ちゃんとリスポーン地点作ってから。もう一回見ろ、ちゃんと。ほら、いけるあれ、あ、来た来た。ほら、来てるやん。ほらな。逆に困るんだけど、これ。そういうことないんだ、兄貴です。はい。ついでに、鉄があったりとかよ。めっちゃポジティブじゃん。結構でかいな、この計画な。ね。うん、アンギーズほっといて、よさ、ピラミッド行きましょうか。そうやね。あれ遅いな。あれあれあれ、俺らより、鉄道が大事らしいで、ね。どんだけ待たせるんかなっていう。ほんとに。あ、ホットスタッフ。ちゃんと燃料も取りに行くやん。やかましいわ。そう。抜け目ないやつや。心強いですね。ねえ、頼もしいよね。転んでもただでは起きんタイプやね。ハッカリンコどう？おー、今のところちょっとしょっぺーですね。糸とかなんかそういう感じの、ちょっとなんかモテへん。お、エメラールド。あ、ナイス。あ、馬鎧あるじゃん。馬鎧。おー、あ、入れ食い1。あ、いいね。ありあり、今のこの状況では。あ、TNT も大事ね。うん、あ、でも結局そっか、サドルはなかったのか。サドルないっすね。残念。あ、でもその入れ食いで釣れってことなのかな。うん、入れ食い1で遠回しに。そういえば白樺はゲットしたんでしたっけ。白樺の苗木6つ持ってるよ。あ、ナイス。あれ松の苗木持ってないの俺ら。持っとる兄貴。あ、持ってるよ。5個持ってるよ。さすが抜け目ない男。さすが抜け毛ない男やん。抜け毛ない、抜け毛ない、抜け毛ないのはいいや。嬉しいけど、ずっとハゲみたいな。そうそうそう。切ねえな。ついでにね、なんかジャングルとか見えたらよかったのにね。うん。あ、スイートベリーあるじゃん。持ってこ。あ、そっか、タイガだから。あ、でもこの水がある感じめっちゃいいな。タイガって雨降る？あ、降るか。サバンナに水張ればいいんですよ。さ、なるほど、やってこやってこ。巨大なこういう、小道にこういう池作りたいんやて、俺。池作りましょう。あ、ね、あ、いいっすね。ブルーレットの池を作りましょう。あ、いいね。いいな。何スタンバットのそれ。すごいっすよ。何スタンバットのそれ。おい、相変わらずやん。あ、すごい、ここバイオームとバイオームの境目なんかな、色が違うけど。あ、そうっすね。あ、へえ、いや、じんわり違う、じんわりね、うん、じんわり違うよね。あ、やろうかの、やろうか。はーい。あ、そこになんかサトウキビがいっぱいある。あ、ちょっと待って、ここはあれ、俺は村じゃない。違う違う違う。あ、なんかテラコッタあるよ。あ、ほんとや、え、こんな使い方するんや。どこよ、ここ。あいつ、これ来すぎたな、これ。00に、あ、てか、ね、結構近いんだよね。そして近いです、ご近所さんよ、ご近所さんね。え、こっちやな。
あ、これ違う村ってありますよね、マスギだとこ。あ、ほんとよ、テラコッタなんか使ってありますよね。ほんとよ、ここで寝よう今日は。おはやちわー、おはやちわー、じゃあ合流して植林しましょうか。うん、そっからまっすぐ行きゃ行ける感じ。そうですね、普通に00に向かうような感じで行けば、うん、あの例の警告があるんで。あ、分かりやすいな。あのその滝がめちゃくちゃ目印になるな。そうですね、うん。ああ、視界的だ。はーい、はい、これ白川。はい、あ、ありがとうございます。じゃあせーので3種類の苗木を植えますか、どっかに。そうやね。あれオークはどこにあったっけ、うん、オークの苗木。オーク確かこっちの、うん、ここにないかったかな。オークってもともとあったの。うん、あった気がした。あ、本当や。よしさん、オーク。はい、はーい。え、もともとあったの、多くの苗木。もともとあったね。なんかここら辺に生えとった一本。あ、そうやったんや。うん、一本だけね。ほな、今日何の旅に旅に出たの。白樺と松のためやなんか後付けっぽいぞ。3種類目と4種類目。いやいや、白樺と松のために。いるやだって。いや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 、多く知らなかったもん俺。2種類目でいいならその多くがあるよってその一言あればもう。いや、これは必要だったよね、小道。後々、後々言ってくるね、これが。まあ確かにね。じゃあ、植えときましょうか。はい、植えてこ。せーの。よいしょ。あ、いいね。これでね、それぞれ、うん。オークと松と白樺ね、うん。と育ってくれることでしょう。そうでしょ、ね、それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。you